こんにちは。ムクフローリングとウッドデッキ専門店エコロキアの水谷です。本日はですね、このグリーンシダーを4ヶ月間屋外に放置するとどうなるかという実験をいたしましたので、結果をご覧いただきたいと思います。このグリーンシダーの上半分に紫外線に強いと言われておりますオーストラリア製のジャラオイルを塗って塗装して屋外に放置します。下半分は無塗装のままですね、放置いたしました。では結果をご覧いただきます。じゃじゃん。パッと見もう見た目色がちょっと違いますよね。上はですね、綺麗なブラウンが、先ほどの元々のものがちょっとグリーンがかってるんですけど、このグリーンが完全にもう見えない状態で綺麗なブラウンです。下はですね、先ほどのグリーンがちょっと抜けてる感じがしますよね。こちら反り次見ていきましょう。反りは若干やっぱり反ってます。でも元々のこちらはね、こちらもちょっと反ってるんですけれどもね、耐久性に問題があるっていうほどではなさそうです。ほころびも多少ありますかね。割れもちょっと出てきてますが、グリーンシダーはもともと防腐剤が入っておりまして、腐りにくくなっておりますね。なので屋外ではもちろん使っていただくことができます。ハードウッドに比べてかなり軽くて柔らかい素材になりますので、 DIY かなりしやすい木材となっております。エコロキアではですね、天然木を適材適所にご提案しておりますので、ぜひご相談ください。ムクフローリングやウッドデッキ、レジンテーブルなど天然木にご興味がございましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。